さあでは行きましょうか。ランシールに向かいます。ランシーラーになりたいと思います。ランシーラーになって最後の鍵を手に入れるということなんでしょうけども、ランシールでそんなんやったっけな、なんかいまいち覚えてないっすね。そこランシールは勇者一人で行く試練みたいなのがあるとこじゃなかったか。なんかそういうとこあったやん。絶対勇者一人で行くとこあったのよ。なんかそれはちょっと覚えてんねんな。まあまあ難しいんですよね、だから一人で行かなあかんから。ギボバギよろしく。サンキュー。幅があるな。例えば賢さが高かったらああいうのがより上振れしたりするとかあるんすかね。魔法の威力が上がるみたいなこと。ほんま賢さって何のためにあるんやろ。今んとこ分からないんですけどね。力はね、明らかに分かるけど、体力とかもあんまよく分からん。守備力に影響するんやろうか。体力は。まあ、可能性はありますね。こんなでも、よう、上手に操縦できるわね、これ。こいつ。この、パッともらっただけの船をよ。まあまあでかい帆船やで。4人でやってますからねこれ。しかも1人遊び人で、もうこんな上手に操縦できるわ。こんなパーフェクトストームの中をよく考えておかしいでしょ。それなんかモーターボート的なことで免許もないしね。目を覚ましていた、目を覚ましていたってどういうこと。目を覚ましていたことを確認してくるな。無知は目を覚ましやすいってことなのか。寝とるやつに対して入れるとそういうこと言ってんのかな。順調にレベルアップしております。あれやあれや、そこの洞窟あれや、あれが多分試練やと思うよ。よし、夜、先に夜の確認だけしましょうか。ちっちゃ。ちっちゃ、ここ。ここはちっちゃいな。あ、猫乗ってる！かわいい！猫乗ってるわ！ほら。にゃーん。ゴロゴロ、わかる。わかるぞー。でかい猫やったな、でも。うなされるやろ。くそ、大きな神殿などどこにもないではないか。この村のどこかにあるはずだが、私の探し方がまだ甘いのであろうか。寝言？今の寝言かな？ごっつ喋ってる。がっつり喋ってた。神殿がある？ここには。ほう。村は小さいけど神殿は大きいよ。ほう。私は最後の鍵を探して旅をしている。しかし鍵を手に入れるには壺が必要だという。一体どういうことだ。壺に鍵が入っているんだろうか。壺が必要。ほら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 、来た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 わー。来た、パワーナックル。こんなん絶対なかった。パワーナックルなんて絶対なかった以前。とりあえず魔法の鎧、一回すごいいっぱい持たされるのよね。いいか、魔法の方行っちゃう、魔法の鎧と鉄仮面。一人で行かなあかんと思うから、勇者が。そんなんやったと思うんで、勇者を
防具装備しておいてですね。鋼の鎧どっか行ったやろ。よし、これで勇者フル装備になってるよね。情報を聞く？消え去りそうを買っていってくださいな。消え去りそうあなたの姿を見えなくして不思議なくせ思ってると目に。オッケーオッケー、これ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 だこれだ。消え去りそうはまあ袋にもう一個ぐらい買っとこうか。これで何やったっけ、エジンベア、エジンベアに行けばいいのか。にゃん、神殿があるっていう。神殿、この村に神殿がある。いやいや、どうやって行くんやこれ。いや左にあんねんけどな、なんかそこが怪しいですけどね。家の向こうが抜けていったりする。え、なんか回り込めるんやろこれ。ここかす、ほら、あ、来た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 、でかいでかいでかい。おお、この神殿から地球のへそと呼ばれる洞窟に行けるらしい。地図で見た時にちょうどお腹のあたりにあるから地球のへそと呼ばれているのさ。いやでも鍵が、あ消え去りそう思ってるか。はい、だったらエジンベアのお城に行きなよ。まずエジンベア行ってこいっていう話なのか。ほら来たー、エジンベアのお城行きなよ。あいつ指図すんじゃねえよ。ネタバレす、ネタバレやん、あいつ、ほんま。ネタバレ野郎が。おし、来た。侵入しましたよ。元に戻りたい。よかった。こんにちは、田舎の人。どうも、差別！即差別！この世界のどこかに、海の水を干上がらせる壺がある。この城にそんな、まさか。言ってへん。言ってへん。そんな昔海に沈んだ祠があるそうです。今浅瀬になってるとか。これや、繋がったな。その壺を浅瀬に持ち込んでっていうことやね。おっと、す、す、あ、ここに置くってことやな。多分3つ置くんや。役に立ちましょうみたいなこと前言っとったやつや。その技術、技術を今ここで使えと。この梅干しを、梅干しを操作して、曲いいね。まず中に入れていくためにはここを使わないといけないと思うんです。これをね、ここはこうでいいよな。こういうことか、こういうことか。こうの、ちょっと待てよ。こうの、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 あ、やった。もう一歩必要だった。これはでも合ってると思う、ここは。こうの、こっち入れたら戻って、入れたいんですよ、とりあえずね。こっちビビっといて、すすっていって、こういっての、
こう、すすっていっての、こうの、とりあえずこれを、こうの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 梅干し、こうの、この梅干しを、こうの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 、こう、開いたー。これは壺もらうんじゃないかな、おそらくですけども。はい、来た。はい、ありがとうございます。入った入った。乾きの壺で浅瀬を探して、浅瀬の位置やな。あとは地図を見たら、あーそうかやろうなと思いますけど、ちょっと右下ね、有明藩の右下。まあちょっと情報はもらおうか。ここからで言うと北西になるんですかね。王様はこの上です。王様に粗相のないようにな。遥か西の海にはスー族という民族の住む新大陸があるそうじゃ。西、あそこか。あの川がギャギャギャなってるとこやな。オッケー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 。わしは心の広い王様じゃ。田舎者とてその他をバカにせんぞ。めちゃくちゃバカにしてんやん。マジしばかなあかんな、これ。イギリスや。差別の、差別国家として描かれてるな。地下の謎を解いたと思うすか。ほうほう、乾きの壺とな。そういえば先々代の王が何か地下に隠したと言っておったな。まあ大した品ではあるまい。その他にくれてやろう。わははは。我が王は心の広いお方だ。恩師のような田舎者でも話をしてくださるだろう。チャラ出すな、ここの奴ら。すごい差別。えぐいね。池のほとりに佇んでおられるのが、この城のマーゴッド姫でございます。すごいな。モーゴッドみたいやん。エルデンリング的な。私聞いちゃった。あなた田舎者なんですってね。ふふ。うわ、腹立つわ。いや、ここの全員殺す？テドンと同じように合わせろが。宿女への道使ってみようか。上流社会の女性としての生き方がとても素晴らしく描かれている。お嬢様になりきった。ええやん、お嬢様。おしゃれなスーツ。しかもなんかポロロロってなった。パーティードレス。え、なんかポロロロってなる。そんないいもんなんや。できん。パーリードレス。おー、来た。お嬢様の、苦労人なんだよ。お嬢様じゃないやん、苦労人やん。ずっと苦労人。なんでこの苦労人なの。あ、くじけぬ心装備してるからじゃないこれ、もしかして。そういうことか。くじけぬ心があかんのかもしれんぞ、これ。ロマンチストになった。ほら、くじけぬ心絶対苦労人になるんやわ。なんか嫌やな、苦労人って。すごいマイナス感があるもんね。僕知ってるよ、最後の鍵ってどこかの祠にあるんだよね。なんでそんなこと知ってんねん。なんでそんなこと知ってんねん。このただの子供がよ、知ってんの。そんなん重いね、君は。それでって行くんや。上から降りてくる感じやな。でもないっすよね、ルートが。あー、あれやわ、王様のところから真下に降りる感じ、あれやな。多分そうっすね。あそこの上の扉やな。まあ、鍵取ってきてからって話ですね。行きましょうか。おそらく浅瀬はもうあこで間違いないと私は睨んでいるので、このルートで。まあ行くよね。8匹とかやっぱ敵出てくると長いですね、戦闘が。一回が呼ぶ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 。
OK。 さすがに入らんか、ルーメでは。ウッチスクール出られただけでもやっぱだいぶ硬くなりますしね。OK。 なんか僕の記憶ではあのジパングの近くの洞窟、火山っぽい洞窟にメタルスライムがよくおったイメージがあるんですよ。あるんですけど、メタルスライム経験値どれぐらいくれるのかわからんけど、もうすでにまあまあこいつらの時点で400とかね、300後半とかもらえてるんで、あんまりメタルスライム倒さなレベル上がらんみたいな感じでもないですよね、雰囲気的に。どこ今、最近その島も行ってみるか。ここここ。あ、絶対あそこや。一箇所ハゲてる場所がある。こうやろ、眠らせるやろ。ねえ、なんか、ね、起きたみたいなこといいよね。目を覚ました、目を覚ました。やっぱりな、この後で目を覚ましていたっていう、すごい確認するんだよ。物理攻撃したらラリホーは目を覚ますっていうことになってるわけね。ドラクエはそうじゃなかったと思うんやけどね。 FF とかはそうやったと思うんすけど、ドラクエって物理で殴られてても起きないっていうのが名物じゃなかったっけ。改善されたんやな。広っ。おじいちゃん、こうして人に会うのは何年ぶりじゃろう。おそうじゃ、いつぞや海賊たちがおかしな骨を置いていって以来じゃな。おかしな骨。まあいうところで、お前さんたち変化の杖を知っておるか。いいえ、何にも化けられるという杖じゃよ。サマオサの王が持っていると聞いておるが、最後の鍵があれば旅の扉を使いサマオサに行けるというぞ。ほう、骨を置いていたって何。海賊たちがおかしな骨を置いていって以来じゃ、何？海賊たちがおかしな骨を置いていった。シルクハット装備できない。遊び人装備できそうなもんやけどね。何おかしな骨って。よくわからんことを言うな。おかしな骨を置いていった以来、ちょっと待って、あれか、変化の杖を持ってこい、じゃあおかしな骨をあげるよということか。今のグラブとしては戻って探すってことじゃないな、おそらくそういうことですよね。おそらくそういうことや。サマンオサから変化の杖を持ってこい。じゃあ、おかしな骨と交換してやるっていう意味ですよね。多分。RPG 用語としては。あれ？なんか思った感じと違うじゃん。ほこらはほこらやけど、浅瀬って感じじゃない。経験値いっぱいもらえるから全然戦うよ。あれ？なんか全然、ちょっとちゃんとした村っぽい。ここはルザミ、忘れられた島ですわ。あなた方の前に旅人が訪れたのはもう何年前のことだったかしら。ルザミ。ほう。売るものは何もありません。私が昔聞いた噂をお売りしましょう。ガイアの剣はサイモンという男が持っていたそうです。お題いりませんよ。サイモン。ガーファンクルのサイモン。ラックの種。サイモンが持っていた。
ガイアの剣。わしは預言者。そなたらがここに来るのをずっと待っておった。魔王の神殿はネクロゴンドの山奥。やがてそなたらは火山の火口にガイアの剣を投げ入れ、はあ、ああ、自らの道を開くであろう。うん、海運の力の秘密めっちゃもらえるね。ちょっと角田に使ってみようか。誰でも簡単に力を強くできる方法が書かれている。角田力自慢になった。海運は絶対その運が良くなるってことですよね、多分。運の良さがいまいち何に影響してるのかわからんから。小さなメダルひび割れてるようで特に見えない。天文台みたいなこと。夜来たらあのお墓になんか現れてる。サイモンが現れる可能性あるよな。地面は本当は丸くてぐるぐる回っているのです。地面が回っているからお星様やお日様が動いているように見えます。でも誰も信じてくれず私はこの島に流されました。しかしそれでも地面は回っているのです。そして丸いのです。というわけでこの島より南に進むとすぐにある北の氷の大陸にはおかしな老人の住む小さな草原がありました。うん、ありがとう、ナイスヒント。要は回ってるから一周できるっていうことですよね。いいですね。地動説、天動説のやつですね。さあ、まあお化けが出てる可能性がある、出ていない、お化けが出ていない、夜でも特に関係はない、まあ宿屋もない、忘れられた島ルザミ、まあ、情報は得た。浅瀬がここではなかったという。こうなるとパッと見で浅瀬なんじゃないかという場所がわからないですね。しっかり回ってった方がいいかもしれないですね。アリエハンからジパングの方に向かおうか。浅瀬の位置についてはノーヒント。ただここで最後の鍵を取れてしまえば、まあ結構開けれるものが増えるので、一気にまた範囲が広がったり、場合によっては宝箱とかでいいものが出てきたりとかいうのがありえるっすけどね。これアリエハンですね。アリエハン大陸ですね。お？なんか今あったぞ。ちゃうんか。これはもうそっちの大陸が見えてんのか。スーのあたりも行った方がいいよな。言われたから。まずジパング行きますか。ジパンギーの方に行きますかね。あるわ。一気になんか行けるとこ増えてさ、やっぱでもこの辺からなのかな。ドラクエ3ぐらいからですかね。なんかその船取ったら急激にこう行けるところ広がって、オーブも別に多分順番ってあのお好きなようにって感じやもんね。多分どっから行ってもいいですよっていうような、どのオーブから取ってもいいよ、その代わりに全部見つけてよってことやもんね、多分ね。ナイス。最後の鍵取れば、一番ポイントはあそこか、修行のところか、勇者のこの洞窟よ。いやー、いい曲や。これはこれはジパングへようこそおいでくだされました。金太郎や。金太郎！わあ、外人だー。
僕の大好きな弥生姉ちゃんが生贄されちゃったよ。生贄や、生贄を捧げなければオロチがやってきて皆を食べてしまうでしょう。ただの井戸ね。うわーい、かっこいい、渋いと言いますか、タンスともちょっと違うわ。一人娘が生贄に選ばれてしまった。ヤマタノオロチは恐ろしい化け物じゃ。すぼこれ、かっこいい、めちゃくちゃかっこいい、決めやがったな今。クソかっこいい曲が流れています。最後の決めのところいいですよ。よし、人の頭が見える。あ、隠れてんのか。 お願いでございます。どうかお見逃しを。せめてもうひととき生まれ育ったふるさとの別れを続けさせてくださいませ。いや、かわいそう、かわいそうや。生贄なんかさせねえぞ、俺がぶっ殺してやるよ、全部ぶっ壊してやるよ。宮城もバスケ部も、次の生贄は私かも、助けてくださいまし。いやー、任しとけ、マジで任しとけ。私この国に神の教え広めに来ました。でもここでは卑弥呼、神様ね、はい、オーブなんじゃそれは。ようわからんのが、宝の玉なら卑弥呼様が持っておったの、ドラゴンボールのパターンのやつ。これ本に男の子でよかった、娘だったらいつ生贄にされるかと心配ばかりだよ。なるほどね、おいらがあるのも卑弥呼様のおかげだ。卑弥呼様がオロチには生贄じゃと言うてくれたから、卑弥呼がオロチには生贄を捧げないといけないと言い出したのね。はい、城の中ちょっと曲調が違う。卑弥呼様は近頃摩訶不思議な神釣り池身につけなさったとか。生贄は卑弥呼様の予言によって選ばれます。卑弥呼が臭くなってくるね、プーンと匂うね。あれが卑弥呼様ですか、美人やね卑弥呼様。卑弥呼様めっちゃ美人ですわ、センス持ってはるわ。なんじゃお前は、はいと言えでは無理や、いいえ答えずとも良いわ。そのような犬たち、大方この国の噂を聞き外国からやってきたのであろう。愚かなことで我々は外人を好まぬ、早々に助かるのじゃ。良いな、くれぐれもいらぬことをせぬが身のためじゃぞ。ちょっと怖いね卑弥呼様、秘密があるんだろ卑弥呼様だけに。卑弥呼様もオロチに頭を悩ませているはずじゃ。夜来たらなんかわかるかな。オロチを退治できたなら卑弥呼様きっと喜ばれましょうに。そやで、本来はな、本来はそうなんだよ。さあちょっと使ってみますか、闇のランプ締め渡らず捨ててみますか。これは、お、なんか喋っとんな、会議中や。天に待ちます我ら神よ、この男の娘を救いたまえ。さあ卑弥呼のもとを見に行ってみましょうかね。みんな寝てるな、寝てるね。シューシュー、こんなとこで一人ポツンと寝てんの、特に何も変化はないが、シューシュー、グーグー、みんなグーグーなのに寝息がシューシューと。なるほどね、これぐらいなのかな、ヒントとしては。そこの祠も行ってみますか。
あ、ここや。あ、なるほど。宿屋がないから、ズパングに宿屋がないから、ここで宿に泊まらせるってことか。我は日、いずる国より来た者。国ではヤマタノオロツなる怪物がおり申して、みんな困っていまする。なるほどね。なるほど、なるほど。メダル結構手に入れてるぞ。いい感じよ。これ真上行ってダーマじゃないか？違ったっけ？デッドペッカー、そしてベビーサタン。強いんじゃない？これ。ルカに唱えるなんてことは、おー、機械攻撃。経験値次第ではありますが、そうでもねえな。ベビーサタン。イオナズに唱えて MP 足りないパターンですよね、ベビーサタン。冷たい、こうやるやん。ザメハ。ザメハを通常運用した義母。やるね。あれ？あれ、ダーマじゃない。どこだこれは。ムオル、最果ての村です。ムオル。川の腰巻き。あんた方船で来たのか？いいえ。なんと歩いてきたと、物好きの人たちじゃのう。あら、ポカパマズさん、お久しぶり。ポポタがあなたに会いたがっていたわよ。誰？ポカパマズさん。なんちゅう名前？よ、ポカパマズ。ポカパマズじゃないか。え、違う？でも似てるな。そんな名前のやつで似てるやついんねや。市場です。とか言って、ポカパマズさんじゃありませんか。しかも、ポカパマズさんすごい人気やな。なんか。すごい人気ですよ。鋼の針線、裁きの杖、大技の三河さん、黒装束、魔法の盾。黒装束、角田。三河下北とかね、勝ってもいいんでしょうけど、別に魔法とかにはあんまり意味がないことやからな、正直ね。まあ、金に余裕があるんで、そこまで無理せず行こうか。派手な服。まあ、全然大丈夫。よし。なや、ここ。おい、なんや、ここ。もう絶対なんかあるやん。これはポカパマズさんいらっしゃい。しばらくもいいですね。ゆっくりしていってくださいよ。そうそう、その兜はあの時ポカパマズさんが忘れていったものですよ。いつあなたが取りに来られてもいいように綺麗に磨いてありますから。あ、でもその前にポポタに顔を見せてあげてくださいよ。その兜もらえんねや。ポポタどこ？どれがポポタ？いつの話言ってんの？でもその、年代がわからない。ポカパマズさんの。ポポタがどんな、息子のポポタが市場に遊びに行っています。いた？そんなんいた？ポポタなんて。いなくない？この中にいる、隠れてんのかな？ここっぽいぞ。ポカパマズさんの下りが、おじいがヒントをくれるのか。よく言われたポカパマズ殿。この上におんのか。あ、僕ポポタ。でもやっぱり違うやで。下にある兜、あれはポカパマズさんが俺に言って僕にくれたんだ。きっとそうなんだ。忘れていったんじゃないんだよ。そんなん俺もらっていいの？わい、ポカパマズさんだ。アリアハンの方では、はい。ポカパマズ様もそこから来たと申しておりました。確かアリアハンでは名前はオルテが、まだ赤ん坊の息子を残してきたのだが、心の声でそう申しておりましたな。
なん、いや、歳だいぶちゃうやろ。間違いすぎやろ、これやったら。あなたはその息子だとおっしゃるんですか。はい。おこばまさんも似てらっしゃる。オルテガさんも元気ですか。いいえ。オルテガの、なんでポカパマズって名乗ったんや。オルテガもようわからんの。オルテガでええやんけ。下にあるカブトお兄ちゃんあげるよ。大きくて僕かぶれないっす。お兄ちゃんに使ってもらった方がカブトも喜ぶと思うんだよ。ありがとう。よし、ポカパマさんのお子さんとは驚きです。もらえねや。さあ、この兜をお持ちください。あなたならきっと使いこなせるでしょう。オルテガの兜を手に入れた。やったーやったー、マジ。ちょっと、荷物が多すぎて。返して。おー、強い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 。鉄仮面がいらんくなったなー。よし。これはその、それをするためだけの場所かな、のような感じもしますね。はい、じゃあ次回こっから行きましょう。ちょっとダーマも探したいんですけど、いろいろ探したいものがありますので、まあ、頑張って探索もしていこう。